久保さんまあみんなやんないっすね。やめるしやめ。やめますね。ほんとやめますね。なんでやめんのかなと思うんですけどね。やめますね。まあ今回始めますにしましょうか。始めのめ。まあやめても始めてください。<laughs> やめても始めるっていう始めてもやめる。やめるもやめても始める。でもね、まあやめずに続けた方がロスはないので、うん、始めたら続けた方がいいとは思うんですけどね。 うん。そう。うん。なんで辞めるんだろうな。やっぱね、腹座ってないんじゃないですかね、やっぱ。うん。やっぱさすがになんか、転職50回しました。なんか一つものにできます、50回。だ要は時間し限られてるので、極端ですよ。 まあ転職悪くないと思うんですけど、転職悪くないと思うんですよ。別に転職すればいいだろうし。だけど、50回、100回転職して、ものにできるものってありますなんか、一つプロフェッショナルになったみたいな。時間ないので多分無理ですよね。なんか、この業種ちょっとやって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 っていう、それ繰り返してたら、どこの業種でもプロになれないんじゃないかなと思うんですよね。うん。だ始めたら続けるっていう。 ある一定ね、まあ10年、まあ、なんだろうねなんか10年ぐらいはやらないとものにならないみたいな,なんどっかの業種の言葉であると思うんですけどうんまあ10年やらなくても3年、まあ、1年でもいいからちょっと3年か1の上に3年ってありますけどね、まあ、1年ぐらいはねやってみてもいいんじゃないかなって 100, 100分の1ですよ100年生きると仮定するじゃないですか100分の1ぐらい どうみたいな。で、100分の1めっちゃやってね、人生変わる可能性めちゃめちゃあるんですよ。そこの100分の1の可能性は、僕は、1年は、あのー、もう鬼のごとくやってもいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。まあ僕はまあ今もネットビジネス始めて17年で、まあ鬼のごとくやったのが12、三3年やりましたけど、うん、まあ、やってよかったなと思いますね。大変だったけど。 今大変じゃないんで、今楽勝ですから。でも当時は超大変でしたけど、でも今楽勝なんで、人生刈り取ってますね。うん、だあの時本当に辛い思いしてよかったなって、今、今、いろいろ思いますよね。あの時辛いかったけど、うん、辛い思いしてたから、今楽だなっていう。まあ全部が楽ですもん。何するにしても楽。うん、もう基準値が違うので。 もっといけるもっといけるっていうか、ま、前がめちゃめちゃできたんで前できたというかやってたんでまだやれるまだやれるまだやれるってやろうと思えばもう無限にできるっていうか <laughs>、うん、しかもねやれるスピードもね前はやっぱその会社でやってた時はやっぱ会社のねやっぱそのスタッフだったりとかその、うん、プロモーションやるにしてもプレーナーさんがいてプレイナーさんとスケジュール合わせとか なんか、そういうのがあったんですけど、今僕一人なんで、自分がやろうと思えばいくらでもやれるんですよね。だから前よりね、早いっすよね。パン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 。うん。要は、は打,ち打ち合わせもないし、話し合いもないので、会議もないし、打ち合わせないし、その人間関係ないし、<laughs> 自分の意思でもうパンってできるんで、まあ、クソ早いっすね、今。軽いっすね、うん。めちゃくちゃ軽いパソコンですね、今。うん。いってらっしゃい。